演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらダイエットプチパン、こちらダイエット体に優しいプロプチというダイエットプチパンを食べたいと思います。こんな風に商品の説明も同梱してくださいね。あっすねで、なんか使われてる素材とかもこういう風に書いてありますし、プロテイン、タンパク質と豊富なパンらしいですね。タンパク質が半分、まあ、すごいですね。そしてお砂糖は入ってない、カルシウム、リン酸も入ってる。なんか最後にはアレンジレシピと感想、そしてこんなふうにおすすめの食べ方も書かれてますね。なんかオーブントースターで焼くととか書かれていますが、何分焼いたらいいのかな、これじゃちょっとわからないですよ。まあこれは後でやってみたいと思います。では失礼、こちらにあるのがフレーバー、まずこちらがプレーン、チーズ、宇治抹茶で、こんな風にフレーバーとしては4つなんですが、中に5つ入っていたので今回は5つ食べてみます。まあさっき2、3個って書いてあるのになんで5つ食うんだよって突っ込まれそうです。では代表としてプレーン君に顔を見せていただきましょう。おお、サムタワンじゃパンとは思えないぐらい硬いですねこれ。どんな感じなんだろう、やば、そのまま食べることを想定してるんでしょうねこの方様。断面はこんな感じです。見た目は確かにパンですね。ではいただきます。そのまま食べるとプチプチもちもちで美味しいですね。でこれトーストするとどうなるんだろう、それは後半へ続く。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こちら温めてまいりました、トーストしてきましたよ。これはちょっとそうですね、ま、中身が変わるわけではありませんが、いただきます。焼くとふっくらほっくれとして、またこれがいい味出してますね、ふわふわ。まず4つ全ての共通点として、いずれも食感はかなりもっちりして弾力のある食感で、噛んだ瞬間にプチプチと中で弾ける心地よい音がしましたね。でプレーンはシンプルなんですけど、何かは分かりませんがどこか甘みが感じられて、とっても美味しかったです。なので甘みが感じられない、小さくても満足できるという部分もありますね。そしてこちらのそれぞれのフレーバー、ココアはほんのりほろ苦く、チーズはほんのり塩気が香りすぎて、抹茶もココアとまた違ったほろ苦さ、甘さがあってとっても美味しかった。個人としては、ちょっと塩気があるようで、これじゃないな。こちらのチーズが一番美味しいですね。そして、なので、こちらを代表して、こちらの点数とさせていただきます。で、トーストをすると、ちょっとパンに弾力がもともとあるんですけど、ちょっとパンがふんわっとなって、さらに香ばしさも入って、中の具材の美味しさもより引き立って、さらに美味しくなる。まあそのまま食べるのは好きという方もいらっしゃるでしょうから、このあたりは好みですね。というわけでこの4つのプチパックとっても美味しかったです。これで満足できるなら言うことなしですね。それでは雷が心打つのや昨日まで、昨日です、雷がどこかに行ってしまったということなのでしょう、ね、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。